織田信成の演技を終えてこの人が登場してきます。世界選手権の頂点に立ったのはこの男、エヴァン・ライゼチェクさん、アメリカ。アメリカエヴァン・ライゼチェクが登場してきました。男子のシングルフリースケーティングも残りは2人、エヴァン・ライゼチェクアメリカ、そしてこの後フランスのブライアン・ジュベール、世界選手権の新旧王者が2人登場してきます。まずは今年の世界選手権のチャンピオン、ライザチェック。フリースケーティングの曲はラブソディインブルー。ショート終わってトップジュベールとは 1.69 ポイント差。ルッツからトリプルトーループ、簡単に決めてきました。ここからは3回転が続きます。トリプルアクセル、ライザチェックも前半で結構単独で飛ぶんですよね。後半にコンビネーションをやって稼ぐという作戦です。ロサンゼルスに来られなかった日本のファンのためにも素晴らしい演技を見せたいと話していたライザチェック。このフリーレッグが綺麗ですよね。188センチ、この長い手足を生かしたダイナミズムあふれる演技がこの人の持ち味。ダブルトーラー、ここでコンビネーションを見せました。トリプルループです。もうジャンプには全く乱れがありません。トリプルフリップから3連続ですね。3つきました。トリプルルッツ、ジャンプはノーミス、ダブルアクセル、これでもかと決めてきます。足を生かしたスピン、ジャンプだけではなくてスピンでも非常に点数を稼ぐんですよね。でステップです。さあライザチェックの世界王者のステップです。最後ね、このステップは辛いと思いますけどね。
てますよ。すごい男ですね。笑顔が見えています。さあいよいよラスト、これはすごい圧巻の演技。本人もすごいな、迫真に満ちた世界王者エバン・ライザチェックの演技でした。大歓声に包まれた代々木第一体育館、エバン・ライザチェックさんの演技でした。いや昨日のショートも素晴らしい出来だったじゃないですか、はい、2日連続でね、2日連続でねこれだけのねすごい滑りができるっていうのはね、今シーズンライザチェック非常に精神的にも充実してるんでしょうね。大変なことだと思いますよ。世界チャンピオンになった後3週間余りの大会 で、 そうですよ、これだけのパフォーマンスを見せる、そうなんですよ、これがすごいですよ。まあ、今シーズンは4回転を抜いているとはいえね、そうとは言ってもね、2日続けてこれだけのねプログラムを滑り切るっていうのは並大抵のことじゃないですよ。国別対抗ではありますが、このジュベールとの世界王者対決というところについつい視点が移ってしまいます。そうですよね、はい、やっぱり、うん、そうね、国別対抗なんですけども、はい、やっぱり負けたくねえっていうのはね、まあ、この2人の意地のぶつかり合いというものも残り、ジュベールの演技も注目していきましょう。そうですよね。ただ、まあ、今ジャンプが映っていますが、最後のストレートラインのステップで笑顔が見えたのはびっくりしましたね。そうですね、まあ、やったという、ね、あの達成感もあったと思うんですけども、はい、最後のスピンもあれが振りに入っているのかどうのか分からないんですけども、拳振り上げてましたでしょ。あれは本当の振りなのか、それとも自分の